はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。では今回は新ゲレンデアボベリーハードチャレンジ逆者アムロ編、続きをプレイしていきたいと思います。前回までにアムロはですね、ようやくピンファンネル装備した、まあ、ニューガンダムですね、これを受領しているという状態です。一方ラーカイラム、こちらにはネフライトがレベル17まで上がっています。バナージュはレベル19です。ユニコーンガンダム、まあ、これらを使ってね、今回はシャアのアクシズ落とし、これを防いでいきたいというふうに思います。では早速始めていきましょう。ホワイトベース隊もね、しっかりいい活躍してもらわないと、このアクシズ落としの阻止はね、難しくはなってきますからね、頑張っていきたいと思います。特にね、注意しなきゃいけないのがシャアなんですよね。シャアに攻撃がまずもって当たらないというのがあるので、どうやってシャアを封じ込めていくかっていうのをね、ちょっとキーワードにポイントに考えながらやっていきたいと思います。養成は引き続きリゼルを中心に養成していきます。最初の目的はアクシズに取り付くことなので、モビルスーツ隊をアクシズまで運んでいきましょう。報告します。グナツー守備隊の反応が消失しました。ネオジオンの攻撃を受けたものと思われます。ここで次の報告です。ルナ2を攻撃したネオジオン艦隊がスイートウォーターを出航した際のニュース映像を入手しました。しかし妙だな。何がです？ルナ2とロンデニオンから同時に艦隊が出れば、アクシズにたどり着くのは俺たちの方が早いんだぜ。シャアがそんなバカなことをするのか。これだ。カメラはロングサイズでしか撮影していないし、方針もないように見える。ダミーだな。ということはシャアはアクシズについている。さあ、リゼルが養成したもの届いてますので、さらにリゼル養成しておきます。アクシズに侵入した後の話を少ししておくとですね、まずは核パルスエンジンの排除、これ最優先に行っていきますので、できればですね、部隊を2つの経路に分けて入れていきたいと思っています。もう完全に、まあ、死を覚悟した上で核パルスエンジンの破壊だけに専念してもらう部隊と、ブライトのラーカイラも守りつつ敵モビルスーツ隊と交戦する部隊、これをね、まあ、ちゃんと分けてロール付け、役割付けを持ってプレイをしていければいいかなと思っています。報告します。ルナ2艦隊の生き残りを保護しました。彼らの証言によれば、ルナ2は武装解除に応じると見せかけたネオジオン艦隊の奇襲を受け壊滅したと。このあたりは完全に逆シャード映画版原作と同じですね。モビルスーツリゼルを養成しておきます。パイロットの乗せ替えがね、ちょっとできない状態になってるので、せっかくのニューガンダムうまく活かせないかもしれないというのがちょっと残念なポイントにはなってくるかと思います。そしたらですね、このミライさんのラーカイラム、これを、まあ、今回、核パルスエンジンを潰しにかかる部隊という位置づけにしましょう。で、周辺は、この後ね、突入した後に補給路、補給線、これの確保をするために部隊をね、一部展開をしておきたいと思います。今ちょっと面倒なので、まあコンピューターが操作しているクラップ級にモビルスーツ隊を乗せちゃってるんですけど、こうすると実は分散して突入をしていってしまうので、突入するタイミングだけはですね、こちらで自走車に切り替えたいと思います。クラップ級自体は確かに操作ができないんですけども、クラップ級に乗っているモビルスーツに関してはね、自前のものがほとんどなので自分で操作ができますので、そこに関してはですね、しっかり自分で操作をして決着をつけられる体制にしておきたいかなと思います。
アクシズを射程圏内に捉えました。よし、総員、第一戦闘配置だ。本艦はこれよりアクシズ空域に突入し、核ミサイルを発射します。モビルスーツ隊はアクシズへ突入し、核パルスエンジンとミサイル着弾の妨げとなる敵部隊を速やかに排除してください。総員、艦隊戦用意。モビルスーツ隊の発進急げ。はい、アクシズ空域の侵入を許可、侵入コマンドで入れるようになりました。一方、退却はもうできなくなるというところですね。モビルスーツの数いくらあっても足りないぐらいなので、ここからは1ターンで手に入る J ガンを要請しておきます。先行してエーラ隊を発進させましたが苦戦しているようです。味方の被害拡大を防ぐためにも、至急アクシズの核パルスエンジンを破壊してください。核パルスエンジン破壊していきましょう。シャアも出撃してきてますね、サザリーになって。作戦は先ほどお話した通りです。ここにいる未来さんの部隊ユニコーンガンダムはじめ、これでまずは核パルスエンジンを破壊します。その他の部隊は画面の右下から入って、確実に補給線をたどりながら戦っていきたいと思います。モビルスーツ部隊発進していきましょう。アムロももちろん出していきます。位置的にはですね、おそらくシャアがマップの右側に配置されている様子があったので、あそこからねドーンと出てこられるとなかなかちょっとしんどい戦いにもなりそうなので、まあ注意するところはそのあたりですかね。では部隊数確認しておきましょう。味方が77、ネオジオンが74という編成になっています。ラーカイラムは現在核ミサイルの発射準備中です。モビルスーツ隊は艦の護衛と敵部隊の排除をお願いします。ラーカイラムの核ミサイルはまあ全くもって当てにならないので、ここはバナージを出してね、バナージでガンガン破壊を進めていきます。未来さんのラーカイラム、これもねちょっと怖いんですけども、しっかりとね進んでいきます。そして今こっち入っちゃいましたね。変なところから入っちゃってる人たちがいますが、まああまり気にせず行きましょう。肝心なのはアムロであり、リガズイ隊であり、まあそういうところになってきますからね。まあ、シャアに対してはアムロでも全く歯が立たないベリーハードになってると思いますので、ここはねシャアはエネルギー切れを狙っていきたいと思います。なので、うまーくモビルスーツをね温存しながら数をね、敵の数を減らしていくっていうところを心がけていきたいと思います。まずはバナージで一つ目核パルスエンジン破壊完了してます。クラップ級にレズンがいきなり攻撃を仕掛けてきて、これを撃破してるが、ガダシャアがレズンを含めてマップ攻撃してましたね、今ね。こういうところでレズンが減ってくれてるところに奇襲をかけたいところですよね。今レズンはというと、半分ぐらい減ってるな。あんまり密集して動いてると、まあ、ジェガンが丸ごと、シャアに、それこそ飲み込まれるなんていうことも出てきてしまう局面ではあるので、まあ、あんまりね密集しすぎないように、それでいて、ある程度数、まとまった数で攻撃できるっていうね、まあ、バランシングしながら進んでいきましょう。バナージが2つ目の核パルスエンジン破壊してます。パイロットなしのニューガンダムはちょっときついかな。アムロのフィンファンネルでギラ、ドーガ、ギラズール2機、これは仕留めてあります。まあ、レズンは早めにやっぱり仕留めておきたい相手ですからね。敵はギラ、ドーガじゃなくてもギラズールにほぼなってますね、マップの左側に関しては。ちょっと未来さんが持たないかもしれない。バナージもここで無駄にエネルギーを使いたくなかったな。
パイロットマシンニューガンダムは囲まれて撃破されましたね。さらにシャアは補給船を立ちに来ているようです。アクシズ中央のカクパルス戦時稼働を停止しました。残りあと1機です。急いでください。さあここだな。バナージが抜け出せたので、まあ、ここでもう仕留めちゃいましょうというのはやります。で、未来さんがもうちょっと持たなそうですね。サクタケするだけして、まあ、ダメ元で離脱を図りましょう。ここにいるシャアをどうやって仕留めるかだな。やっぱり取り囲み戦法以外思いつくところがないので、なんとか取り囲んで、撃破のチャンスというものをね、探っていくしかないのかなとも思うんですけどね。まあ、幸いリーゼルがいるので、リーゼルの機動力を生かしてですね、まあ、うまくやっぱり補給線を断つ戦い方をね、していければいいかなというところですかね。アムロは先行して、まずはレズンを仕留めましょう。バナージが最後のカクパルスエンジンを破壊してくれてます。これでね、アクシズ落下阻止自体はできたと思うんですけど、この後ね、シャアはじめ、ネオジオのモビルスーツ隊との決戦が待ち受けてるんですけど、これが本当にきついんですよね。ベリーハードだと。なんとかここで、まあ、勝ち切れるように、一回でクリアできるように頑張っていきたいなとは思います。レズンは撃破完了です。シャアに関しては再三繰り返しますが、エネルギー切れを狙います。ガス欠ですね。残念ながら、未来さんの、ラーカイラムは沈んでしまいそうです。残れませんでしたね。ただ、アムロがここでダニー始め3機撃破してくれたのは大きいかな。これで全部のカクパルスエンジン停止しています。アクシズのカクパルスエンジン全て稼働停止。アクシズ完成移動に入ります。まあ、シャアさえ倒せればアムロでなんとかなる残りの敵はというのがありますので、まあ再三繰り返しになりますが、シャアをどう無力化していくか、そこをねしっかり思案していきましょう。ものすごい数です。注意してください。敵の数どれくらいになってるんでしょうか。ここもちょっと怖いですけどね。アムロは対シャア対策にちょっとね乗り出してもらいたいなというところもありますけどね。さあしっかりとシャアを取り囲んでしまいましょう。動けないように、これでじりじりとねシャアを包囲していく。これでシャアの包囲網完成しましたね。さあシャアの能力です。レベル20まで来てるな。サザビーの能力も、まあ、えげつないことになってますね。マップの左側から入った部隊は、まあ、残念ながら壊滅という形になりました。まあ惜しいのはやっぱり残念でしたけど、未来さんのラーカイラムですかね。さあ、シャアはここでもマップ兵器使ってきてますが、エネルギー切れ、時間の問題だと思いますので、しっかりエネルギー切れ狙っていきます。ここでイリアとアリアスを、アムロがまとめて撃破してくれたのは大きいな。ここで、再びシャアの、ファンデル攻撃、マップ攻撃ですね。これ食らって包囲網が崩れてしまいましたので、しっかり包囲網、回復させておきます。そのためにもジェガンを養成しておきましょう。いや、ジェガンも数がどんどんすり減っちゃってますね。さあ、アクシズ攻撃2ターン目に入りました。連邦49、ネオジオン87と、倍近いユニット数に差が開いてしまいましたが、まあ、これもシャアさえ撃破、無力化できれば、また、状況も変わってこようかというところですからね、粘り強く、対応していきたいと思います。
ただそうは言ってもユニットがちょっと減ってきてしまってはいるので、ちょっと難しいところではありますけどね。まんべんなくいろんなところに、まあリゼルなんかをね、これ方位に使うのもったいないはもったいないんですけどね、まあ、そうも言ってられない状況になりつつありますので、しっかり確保して進んでいきましょう。順調にアムロとバナジラ数を減らしていってはくれています。さあここでアムロのピンファンデルの威力を存分に見せつけましょう。これで基地中心部含めてガラケーですね。もう残ってるのはシャード、サザビー。まあ、もう一機ね、ギラ動画が残ってますけども。これも倒してしまえば終わりというところです。世直しのこと知らないんだな。革命はいつもインテリが始めるが、夢みたいな目標を持ってやるから、いつも過激なことしかやらない。私は世直しなど考えていない。さあ、仕留めていきましょう。もう虫の息というよりかは、攻撃する術を持たないシャアなので、まあ胸が痛むというかどうなんだというのはありますが、ここはですね、ユニコーンとリガズイと、まあ、もちろんセイラーさんにも参加してもらって、シャアを仕留めにかかります。エネルギーの切れたシャア、それでもこんだけずつしか削れないっていうのが現状ですね。ひたすら攻撃を仕掛けていきます。NTD 発動しちゃいましょう。NTD 発動して、格闘が入るようになるかどうかですよね。能力的にはね、やっぱり機動力上がったりするユニコーン、NTD モードなので、これでね、攻撃できれば、少しはダメージ効率上がってくれるんじゃないかなという期待もありますからね。次のターンで、シャ、撃破できそうです。アムロのニューガンダム、バナージの NTD 発動した状態のユニコーンガンダム取り囲んでもこんな状況ですからね。射撃戦で最後は撃破完了です。敵部隊の反応はありません。我が軍の苦労の末に損害も出した上ではありますが、アクシズそしてシャアの撃破できましたね。アクシズの制圧に成功しました。我々の勝利です。報告します。アクシズ内部に敵兵士の姿は認められませんでした。すでにアクシズより脱したものと思われます。緊急事態です。ネオジオンがスイートウォーターで挙兵しました。艦隊を再編し最終防衛網を構築中のようです。どうやらここが奴の終着駅のようだな。望み通り決着をつけてやるぞ。シャー、ネオジオンをスイートウォーターへ追い詰めたロンドベル隊は徐々にその包囲網を狭めていく。一方、地球寒冷化作戦に失敗したネオジオンは残された全兵力をスイートウォーターへ結集し最終防衛網を構築しつつあった。両者に大義名分はすでに存在せず、地球人類の守護もスペースノイドの自治独立もこの戦いには関係しない。唯一残されているのは互いの因縁に終止符を打たんとする衝動のみであった。アムロとシャアの長きにわたる戦いで今終止符が打たれようとしていた。はい、アクシズ落下阻止作戦成功で12万A ポイント手に入っています。次の目的はスイートウォーターの制圧です。おお、ここでようやく乗り換えができるようになりましたね。これでセイラさんにガンダムに乗ってもらえそうだ。報告します。ジョン・バウアー氏の働き方により、排入ガンダムが手に入りますね。なのでアムロには排入ガンダム、そしてセイラさんにはフィンファンネル装備のニューガンダム乗ってもらいたいと思います。バナージャはもうここまで来たらユニコーンガンダムでそのまま進んでもらいたいかなと思います。
では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。